や、チンチンデカオなんですか。チンチンデカオって言った今。え、チチンコの金太に聞いてほしい。アランドの西田。あ、でもあんま出てねえか。うるせえなおい。どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはインパルス板倉くんです。第1回突っ込まれたい女たち。わお。今回は板倉さんのアドバイス、そして板倉さんの耳でボケて突っ込まれる快感を覚えようっていう。なるほど。第1回のゲストはグラビアアイドルの日向葵さんです。はい、日向葵です。よろしくお願いします。あれ、一人で活動してるんですか。グループとかじゃなくて。あ、一人で、はい、活動しています。そんな日向さんのためにいいツッコミ用意してます、はい、今回はラランドの西田君を用意してます。おー、はい、まあ、クズだったりそういう風がフューチャーされてるけど、やっぱサーヤのあのスピードのボケにどんどん突っ込んでるんで、ツッコミ自体はすごい上手いんですよ。あ、実はね、うん、西田は板倉くんがやってることは知らないです。はい、あの、俺はウォッチングで見てると思ってるけど、彼女が自分自発的にボケてると思う。なるほど、はい、今回ボケたことない、はい、結構真面目なアイドルが来ます、うん、なるほどなるほど、はい、でその子の精一杯のボケを突っ込んでもらうっていう、はい、実験企画ですね。それでは最初の方お入りください。どうした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 。あ、すいません、森脇健児です。森脇健児なわけないだろ。どうした急に。夢がもりもり復活や。夢がもりもり復活や。分かんない、その森脇さんのおもろいやつのかもしれないけど、ジェネレーションギャップで分かんない。マジか。そうか、知らねえか。夢がもりもり分かんねえか。そうかそうか。じゃあまず自己紹介の方、はい、よろしいですか。はい、グラビアをメインにやっております、はい、おっぱいデカミです。よろしくお願いします。おっぱいデカミ。いない大先輩に似た名前の人。パイパイデカミさんはいらっしゃいます。いるよね。はい、事務所の名前がパイオ使いっていうところなので。パイオ使い、はい、ヤクザものの AV に出てくるさ、なんかヤクザの会社みたいな名前。パイオ使い、はい、日向葵さんじゃないんですか。芸名です。それはそういう芸名です。あ、芸名で、はい、あ、本名が。本名は田中よしこです。田中よしこ、はい、本名の名前。はい、ありがとうございます。旅館にそう。日向葵は何なんだって。じゃあ普段は 何をされているんですか。ソロキャンプとか。あ、はいはいはい、はい、やってます。ソロキャンプやってらっしゃる。はい、結構じゃあ週末とかお休みの日は。あんまり楽しくはないんですけど。あんま言わない方がいい。あ、そうですよね。新宿三丁目とかで。どこでやってんだよ。話題になったやつだろ。デカミさん、はい、今の自分は面白いか面白くないかでいうとどちらですか。大きいなと思います。大きいなと思います。は。何のことだと思います。え、何のことだと思ってます。父。おっぱい。いや、なんかすごいセクハラしたみたいな空気だったけど。西田さんはどうなんですか。じゃあ、はい、あの、西田さんはどうですか。あ、自分、どうなんですか。自分のこと、はい、はい、面白いと思ってます、もちろん。いや、大きいのか小さいのか。いや、大きいのか小さいのかですよ。何、何が、何がよ。いや、チンチンデカオなんですか。チンチンデカオって言った今。え、チンチンデカオ。正直に言うと、チンチンチビタ。なんかこう悩みとかはありますか最近。ソロキャンプをよくやってるって言ったじゃないですか。はいはい、言ってましたね、はい、結構人のサイトに入って、人のサイトに入って、うん、ランタンを盗んじゃうんです。ランタンとかを盗んじゃうんですよ、うん、人のテントで、はい、うん、ソロキャンパーなのか、ソロキャンパーソロキャンパーなのか、ランタン泥棒っていうのか分からないんです。ランタン泥棒っていうのかが分からない、うん、ランタン盗みすぎて私はソロキャンパーなのか、はいはい、ランタン泥棒なのか。ランタン取ってんだもんね。そうなんですよ。ランタン泥棒じゃないじゃん。でも、うん、キャンプもしてるんで。でも、うん、実際あのキャンプもしているので、うんうん、まあまあキャンプはしてるだろうけど、はい、でもそういう時ってやっぱなんかでかい方で行っちゃうから、テーマとしてでかい方。ランタン泥棒でかい方。そうそう、でかい方。何がですか。何がですか。でかいっていうのは何がですか。何がですか。でかいっていうのは何がですか。え、私の、私の、私の、あ、私の、そう、私の何が、え、私の何が、何が大きいのかな。え、おっぱいでしょ。正解。いいよもう。チンチンチビタに10ポイント。チンチンチビタ言うなお前。
そんなこと言ってたら、いつまで経ってもチンチンデカ顔になれないよ。チンチンはずっとデカくなんないんだよ、あれ。スーパーサイヤ人にはなるんでしょって。でも、スーパーサイヤ人にはなるでしょ、うん、その、まあ、その戦闘状態の時はね。スーパーサイヤ人になってんのに、スーパーサイヤ人になってんのに、クリリンなの。まあまあまあ、その戦闘力で言うとね、わーってなってクリリンよ。クリリンなめんなよ。クリリンなめんなよ。ごめんなさい。カメラのパンティ被ってんでしょ。被ってねえよ、お前。かぶるか、相方のパンティ。裁判マン、そんなこと言わないでよ。裁判マンつったか、今。裁判マン。急にドラゴンボール強いじゃないか。最近やった面白いエピソード、はい、何かありますか。あの相方に、半年かけて1個ずつ、はい、携帯のアプリ削除されるを、あの削除されていくっていうんですけど、あの半年間気づかなかったんですよ。半年間気づかなかったんですよ。俺の話ラランドの YouTube で流れてるんですけど、ね、あったけど、その携帯のアプリ1個ずつ消されて最後 LINE だけになるって。アプリストアもなかったから、でも戻りようがねえなって。ありましたけど、最近あった面白いことですね。うん、はい、その自分のだよ。あります。あ、どうぞ。はい、どう、サントリーのCM で呼ばれまして、うん、おい、あ、そうですか。はい、仕事で CM で、はい、でなんか緊張しちゃってガチガチ喋れなかったんですよ。あの緊張して、うん、あのガチガチで、うん、あの喋れなかったんですよ。俺だな、それは。俺の話だよ、それ。あとあります、あります、あります。すごい会議に呼ばれて。あと、あの、あります、あります。あそこが小さいです。あの、あそこが小さいです。俺だってさ、よく知ってんな、俺のこと。私が判定してほしいのは、ここで話したことが、ここで話したことが、さんま御殿とか、そういうところで通用するのかっていう、そういうところで通用するのかっていう、そういうのをやっぱ見てほしい。あ、俺に？あ、でもあんま出てねえか。うるせえな、おい。うるせえな、バカ野郎。出てねえよ、確かに、さんま御殿。出てないけど、一応面接官だから、俺が。あ、データがないのか。ぶん殴るぞ、お前は。何？何事もなかったかのように、お前。片付けてから帰れよ、お前。チチンコのさ。チチンコって言うな、お前。何チンコとラランド合わせたんだよ。チチンコの金太に聞いてほしい。聞いてほしい。ラランドの西だよ。下ネタなんていくらでも言っていいけど、所属事務所のおまんジャムにも。おまんジャム。まあ、おまんまで入ったらもうおしまいだぜ。おまんとジャムの組み合わせが一番気持ち悪いな。ホイップクリーム塗るみたいな人見たことあるけどね。ジャムっていうのがちょっとね。終了です。終了。なんですか。ボケの切れ味だったの。ボケの切れ味はありましたけど。めっちゃ怖かったですよ、どこから。どの辺怖かった。チチンコのとこ怖いね。おまんジャムと。おまんジャム怖かった。マジでやばいやつだと思った。怖いよね。怖い。